空襲や砲撃で廃墟になった帝国議事堂を荒廃したベルリン空襲は第二次世界大戦中に連合国がドイツに対して行った空襲である。第二次世界大戦開戦後ドイツ本土に対する空襲はほとんど皆無だったが、バトル・オブ・ブリテンでドイツ空軍がロンドンを誤爆すると報復としてベルリンが空襲され以降ロンドンとベルリンへの報復爆撃合戦となっていった。戦争初期は優れた防空戦術でイギリス空軍をドイツ空軍が迎撃していたが1943年以降はイギリス空軍が夜間爆撃をアメリカ空軍が昼間爆撃を行い B-17、B-24 などの強力な爆撃機を大量に投入し東部戦線の消耗もあって徐々にドイツ空軍の勢いは衰退していった。1944年のノルマンディー上陸作戦以降はさらに爆撃が激化し、ドイツ国内が廃墟となった。1945年には空襲は日常的なものになった。ベルリンの戦いの頃にはソ連軍の砲撃も加わり市民に多数の死者が出た。1939年1940年26日、イギリス空軍ベルリンに報復爆撃25日小規模なベルリン空襲21日、イギリス空軍ベルリン空襲1941年、歴史群像、欧州戦史シリーズ各巻。ありがとうございます。